三つの指輪。芥川龍之介。昔々、バグダッドのマホメット教のお寺の前に、一人の小敷が寝ておりました。ちょうどその時、説教が済んだので、人々はお寺からゾロゾロと出てきましたが、誰一人としてこの小敷に一線もやるものはありませんでした。最後に、 一人の商人風の男が出てきましたが、その小敷を見ると、ポケットから金を出してやりました。すると小敷は、急に起き上がって、ありがとうございます、陛下。アラーは、あなたをお守りくださるでしょう。と、言いました。しかし、その商人は気にも留めずに行き過ぎようとしますので、小敷は言いました。 陛下、お泊まりください。お話ししたいことがあります。すると、商人風の男は振り返って、私は陛下ではない。と言いますと、小時は、いや、今度の陛下は、ラクダ追いになったり、水汲みになったりして、下城をご覧になるそうです。私は、朝からこうして、 あわれみをこうておりますが、誰一人として私にお金を恵んでくださいません。私は陛下にお礼として一つの指輪を差し上げたいと思います。この指輪はアラビアの神の作ったものでして、もし誰か陛下を毒害しようとすると、この指輪についている赤い石が、 青くなります。と言って、驚いて見ている商人風の人の手に指輪を乗せると、そのままかき消すように見えなくなりました。次の日の夕暮れ、バグラットの一つの井戸は、町の女たちの水汲みでひとしきりにぎわっていました。その井戸の前で、前の日お寺の前で小敷に陛下と言われた商人が、 一人の娘と話していました。その女は大層みすぼらしいなりをしていましたが、非常に美しい、涼しい目を持った女でした。その時、商人が娘に言いますには、私は随分長い間、毎日あなたとここで話しておりますが、いつでもあなたは私のかける謎を即座に解いてしまいます。私は、 あなたの頭のいいのと、その上美しいのに感心しました。どうか、私の妻になってくださいませんか娘。私の夫となる人は、本当に私を愛してくれる人でなくてはなりません。顔が美しいとか、醜いとか言うのみで、妻にしたいというような人には、到底私は身を任すことはできません。 と言いますと、商人は、それでは、私の家へ来て、私と同じ生活をして、私が本当にあなたを愛しているかどうかを見て、そして私の心が分かったなら、どうか私の妻になってください。その間、私はあなたを妹として取り扱うでしょう。と言います。娘、私は、 あなたと長い間お話ししていますが、まだあなたのお名前も男も存じません。商人、私は父の後を継いで位についたこの国の王、アブタルである。と言って口笛を吹きますと、どこからともなく大勢の奴隷が象毛でこしらえた美しい腰を持ってきて、その娘を乗せて球場へと帰って行きました。 さて、娘が王宮に連れて行かれた翌朝、王様はその娘と話をしようとして、娘の部屋に来ますと、驚いたことには、その娘の顔は一夜のうちに腫れ物だらけとなって、二目と見られない女となっていました。これを見た王様は、一瞬間、これは厄介なものを背負った、と思いましたが、その声、その態度、 その頭の良さは前と決して変わりはありませんので、王様はようやく安心しました。ある日、話のついでに王様は、私は国を治めてずいぶん長くなるが、未だ信頼するにたる大臣を得られないが、お前は誰か大臣にするような人を知らないかと言われました。すると娘は、 私がまだ落ちぶれて町におりました時ギラルリーという老人が市場におりましたが、その老人をお持ちになってはいかがですかと言いました。そこで王様は家来をやって、市場で壺作りをしていたギラルリー老人を迎えにやりました。翌日、大臣の就任式を済ませた王様は、非常に不愉快な様子をして、 娘のところへ来て言いますには、あの老人は決して信頼するに足る人ではない。彼は私を毒殺しようとしていた。娘は驚いてその理由を聞きますと、王様は、私の指輪にはめてある石が青くなったので、怪しんで老人を調べると、毒薬を持っていました。と言われました。娘。 あの老人は、そんな恐ろしい人ではありません。きっと、何か間違いでしょう。どうか、老人をここへ呼んでください。私が、尋ねてみましょう。王様は、どうか次の部屋にいて、老人がどんな返答をするか、聞いていてください。そこで、娘は老人に、その毒薬について聞きますと、老人が言いますには、私が、 今日球場へ来ます途中で一人の小敷が私に一つの鉄の指輪をくれました。その指輪をはめていると人の秘密は必ずわかると言いましたが、私の長い経験から何も人の秘密を知る必要はありませんから、その指輪ははめずに帯の間に入れておきました。 しかし、私が思いますに、どこの王様でも、王様は、わがままものですから、もしも、私が恥ずかしめられるようなことがありましたら、毒を飲んで死んでしまおうと思って、こうして、毒を持っているのです。というのを、次の部屋で聞いていた王様は、自分の誤りから、 老人を疑ったことを深く詫びて、そこで食卓を共にすることとなりました。その時、着物を着替えに出て行った娘が入ってくるのを見ると、驚いたことには、公約だらけだった娘は、非常に美しい、以前の美しさにも比べられない美しさになっていました。驚いて見ていた王様に、娘は、王様私は、 決して悪い病気にかかったのではありません。私はあなたの心を試そうとして顔に公約を貼っていたのです。と言いながらテーブルの引き出しから一つの指輪を出して、私がまだ町におりました時、一人の小敷からこの銀の指輪をもらいました。この指輪をはめているといかなる男の心をも捉えることができるというのでしたが、 私はそういう手段によることは正しくないと悟りましたので、決してこの指輪ははめませんでしたが、指輪によらないで自分を本当に愛してくださる人を見つけたのは、本当に嬉しいことです。と言いました。王様は、三人とも指輪をもらっているのに、実際指にそれをはめたのは私一人であって、しかも、 それによって謝らされたのは自分一人である。こんな指輪は私には必要なものではない。と言って床に投げつけると、その指輪は割れて、内から炎が立って、アラーがその炎の中から出て、三人に祝福を与えて消えてしまいました。そこで王様は、この娘を妃にし、またこの老人を大臣として、 政治を行っていました。しかるに、晩年に至って乱が起こって、王様は大臣と妃を連れて、国を逃れて、チフリス川のほとりにとどまり、そこで自ら職を求めるというような待遇になりました。が、しかしそこには、どこか楽しいところがありました。